カイコバイモはユリカバイモ属の多年層。地下の輪形は小型で白色の球形になり、2個の半球形の輪辺からなる。茎は細く柔らかく、高さは10から20センチメートルになる。葉は5個あり、下部では耐性子、長さ40から65ミリメートル、幅7から13ミリメートル、上部では三輪性子。 長さ35から60ミリメートル、幅3から7ミリメートルになる。茎や葉は、ミノコバイモやアーコバイモに似ている。花期は3から4月。花は、湾上昇形向小形で茎先に下向きに1個つく。花皮片は6個あり、長さ12から15ミリメートル。円は、全円、またはわずかに突起がある時があり、下部で外側に張り出す。 可比変の外面に泡紫褐色の反紋があり、可比変内側の基部側から4分の一の位置から先端に向かう先体がある。これは先体の位置がより先端にあるミノコバイモやアコバイモとは異なる特徴点である。可比変より短いおしべが6個あり、約は紅白色になる。脂肪は3室あり、各室に多数の胚種があり、中等は3中立する。 細花小梅ものような、花糸や花柱にある小突器はなく平滑である。果実は、果てで放射劣化し、種子には狭い翼がある。日本固有種。本州の東京都及び、静岡県、山梨県の富士山周辺に分布し、落葉樹林家や林園、または、常緑樹林の林園に生育する。稀に見られる植物である。種小名カンシスは、カイのノ国のの意味。 和名、海古梅藻は、海小梅藻の意で、旧海の国である、山梨県産の小梅藻の意味。本種は、1957年、当時は、梅藻族の種が、現在のように細分化されていなかった時に、1957年4月に、山梨県西厚代郡栄村で採集された、標本をもとに、植物学者の原博氏と、金井博によって、 小梅もの一品種フリテラリアジャポニカ FR は和名は白小梅元として記載された。その後、1979年1970年4月に採集された山梨県南駒郡南部町産の標本をタイプ標本として植物学者の成橋直宏によって新種フリテラリアカンシス和名はカイコ梅元として記載発表された。 絶滅危惧 IB ビ類ありがとうございます。